前回の我が数字6。おい、これまさラッキーマス言うんじゃねえだろうな。ラッキーマスじゃねえこれ。うわ、マジで言ってる。どこに拉致されてんだあいつ。いや、すごい目が回りそうだな。目が回る、目が回る。よく、やばすぎない？うおー、ほい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 。うおー、どうだ、どう、どう、早かった。ちょ、画面あまり見てなかった。手元見てた。誰？キャサリンかよ。さん、ちょ待って、これ何？あ、これお化け屋敷見たやつだ。最悪なんだが。まあ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 、1スター差ならまだ巻き返せる。問題ないね。次の問題、スターの場所よ。はぁ、やらせじゃないっすかね。ずるすぎませんかね。日本、ギリたどり着いてない。ギリたどり着くな。ギリたどり着くなよ。一番嫌なやつ、一番嫌なやつだわ。いや、マジで言ってる。本当にさ、この、面白、なんか、なんだっけ、面白ブタバナーズだっけ、面白ガンメンズだっけ、コンビ名、この二人、なんか面白がついてることだけは知ってんだけど、なんとか面白コンビみたいな名前だった気がするんだけど、どこ？はぁ、ふざけてんのか、あいつら。さーてと、ダブサイは絶対デイジーの方に取っといた方がいいけど、俺が9か。まあ、でかくはあるけどって感じ。問題サイコロは、コロキャンか。今4だろ。あれ、これなんかどっかで見覚えない？これどっかで見覚えあるよね、4ってここで。ここで4ってどっかで見覚えあるよね。いや、あえてこっち行って、追い出してもらうか、俺をちょっと。一回ちょっと追い出してもらおう。逆は言ってもどうせ上からじゃない、たどり着けねえし。で、こっち行くと赤マスなんだよね。だから赤マスでなるべくコインを失わないより金をなるべく温存。で、アオーっつってるけど。で、ワリオタイム。こいつも一、こいつも出したとしても下に戻るから。オッケー、俺と同じルートをたどるはず。オッケーオッケーオッケー、いいよ。で、あいつその前飛ばしてもらうのか。4、3、2で。飛ばしてもらうんだろうな。5コインで飛ばしてもらうもんね。いや、そこはちょっと金額上げてくれよ、ドンキー。何、お前、紳士ぶってんだ。で、待てよ。これ、キャサリンとで、なんでそっち飛べるん？あいつ。待て、これ、デイジー、お前、あれ使えないか？あの竜巻、あの竜巻。そっちかい、そっちかい。てか、まずいな、あいつは固まってんのか。どう？ねえ、なんかお前最高、しょっぴーなー。なんでそこでそいつらまとまってんのじゃ。絶対たどり着かれるって。やばいな、運が悪すぎる。でかすぎ、そして。クソったれが本当に、本当にやばいな。えぐすぎる。えぐすぎるわ、ちょっと。でもあいつはもう金がねえからな。いや、デイジー、お前本当に、本当にお前は脳なしだ。お前は本当にこう言っちゃなんだから、ちょっと本当頭が足りてない。俺の頭を分けてやりたい。で、どこよ、次。おい、また近くだったら俺許せねえからな。ん？あ、俺が近いようだな。俺近いね。オッケーオッケーオッケー。待て、こいつまた、大砲で移動すんじゃねえだろうな。よかった、たどり着けねえか。いや、とはいえ、もうダブサイとかあいつ失ってっかんな。もうやだよ、ほんとに。4対1ってなんだよ。ちょっと待てよ、待てよって感じ。でも次2枚目取れる。配置によってはなんかいける気がする。で、うわぁ、謎って石板か。これ、むずいのよな、みんな。あいつは精密性がエグすぎてさ、俺のさ、これじゃあ意味があまりないんだって話なんだわな。オッケーオッケーオッケー。はいはいはい。早いんだわな、あいつは三角やるとき。ちょっと待って、普通にむず、マジ。どこができてるんだよ、これ。オッケーオッケーオッケー。はい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 、オッケー。で、はい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 。ちょっと待って、これ全然できねえ。オッケー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 。レイジが早いこと祈るしかねえな。はい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 、オッケーオッケーオッケー。あいつらもうすでに三角いってるもんな。オッケー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 。はい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 、きた。いやー、どうだ。いや、あいつら必ず11、必ず11。いや、これはずるいでしょう。これはほんとあいつは優遇ゲーすぎるでしょう。くー、ちょっと待って、マジであいつは強いんだけど。というのも運気がえぐい気がすんな、あいつら。あいつら運がえぐい気がするわ。いきます。6か。まあ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 、6、5で、俺こっち側行く。まあ、とりあえず取れたかな。取れたっぽい。てか、よく見たあの、で、
いや乗らない乗らない、しかもドンキーマス、これドンキーマスって何。いやいいいいいいいはいと言えのこれ何聞けますって。ウィッキーさん、なになに、何何何、殺される、俺殺される、これ。おお、ドンキーゴースタイリアだ、いらねえよ、ただの妨害じゃねえかあいつ。あ、でもこれゲットできんのか。ルージャーさんもたどり着けました。あ、だったらありがとうだけど、いらねえね。別に次のターンでよかったよ。何それ。まあ、うん、ありがたくもらっとくけどさ、ちょっとねえ。じゃあ次のミザスターのじゃあここだ。最悪だよ、最悪だよ。なんでキャサリンたち、おーと全ていきません、クッパ祭り変わっちまったな。マジで言ってる、そんな鬼畜なことする。逆に今スタート地点戻してアウトだからな、デイジー。こいつは金奪え、コロコロキャン使え、コロコロが。なんでそっち使うんだお前は。今スタートに戻したらダメだろうが、今スタートかスタートが近いだろうが、なんでしかも同じマスなんでこいつは。何してんの本当にさっきから。あ、でも通り過ぎてんのか。でもキャサリンどっちにたどり着かれんのよそれ。やばいな、デイジーが思った以上なんかふぬけすぎない。ちょ、今回ちょっとふざけてない、デイジー。だあと1マスでたどり着くもんな、こいつ。いや、このターンでもう俺が何もすることないよ、お前に。お前にできることなんもないよ。いや、マジで言ってる、あいつ。そりゃないって。そりゃないよ。あいつ、そりゃねっぺさ。これはなるべく慎重に行きます。どうせ取られるんだからさ、今のは、コインを取って欲しかったかあるよね、って感じでした。行きますよ。ほい。オッケーオッケーオッケー。あー、で、あいつ踏み潰しちゃった。デイジー踏み潰しちゃったな。よくねえな。てか、デイジーと一緒に勝ちたいね。てか、デイジーと一緒に勝ちたい感はあるんで、ちょっと待ってね。おい。おい。で、こいつ踏み潰しといて、オッケーオッケーいいよ。で、こっち、オッケーオッケー、ワリを潰した。ワリを潰した。デイジー危ないぞ。じゃあ、あまりこっち呼んだ。オッケー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 。はっ、危ね。で、デイジー先行ってもらっての、オッケーいいぞ。オッケーオッケーオッケー。はい。いいよいいよいいよ。で、こっち行っての、はいと言っての、はいと言っての、オッケー。あいつ踏むな、俺の。よし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 、20コインゲット、20コインゲットはでかい。ちょっと押すな、押すな。いや、見た、キャサリン。どすこい、どすこい、どすこいって。すげえ突っ張り入れてたんだけど、俺に。俺にすげえ突っ張り入れてたんだけど、あいつ、なになになに、怖いんだけど。まあまあまあ、金は勝ってるかな。5対2になるな。血統キャンディーとかもらわねえと、ちょっと厳しいかあるな。I'm ready。だってないもんね、今。こればっかりちょっと何もできねえ。ちょっとごめん、お前に任せるわ。で、こっち行って、バネキャンか。いや、デイジー、これバネキャンキャサリンの前だよな。ちょっと待ってよ。一回ちょっとスクロールマップ見ていい？こっから何マスって書いてあった俺。待って、残り何マスって書いてあった？ 8？ こっから8ね。1、2、3、4、5、6、7、8。8ここか。一回上に待機することあるような気がすんな。一回上行こっか。右行って上行こう。7、6、5で、4、3で、上行って、プラスで金をもらっとこう。オッケーオッケーオッケー。イエース。それで、ワリオのターンだよね。これでキャサリン飛べればでかい、デイジー。バネキャン使えるか、お前。え、なんであいつら血統持たなきゃいけねえんだよ。ずるすぎだろ。なんであいつらが血統持たなきゃいけねえの。どうだデイジー、飛べるか。なん、普通使うだろう。いや、ワリオに飛ぶ危険性もあるけど、ここはもう俺たち逆転狙うにはそれしかないってデイジー。金だけ非常にゲットすんな俺たち。いや近いけど確定で相手はゲットできんのよデイジー、わかる。ミーゴーじゃないのよ。そう、ゲット、まあ、ランニングスターとりあえずもらえることは確定してきてんな、なんか。でかいマスは結構出てるからな。いや、そうでもないんだよな、でも。あんまりなんだよな。わにゃまらわん、くそ、この豚バヌザウルスが。次の問題、スターの場所よ。そっち？そっち？
これはキャサリンとかに任せるしかない気がする。キャサリンとデイジーに託すしか俺たちなくなったな。ちょ、そりゃねっぺさ、そりゃねっぺさよ、ちょ、そりゃねえよ。またカトリフ迫りか、好きだね。デイジー真ん中向かってもらうしかねえな。俺は奥行くわ。俺奥行くからな。俺奥行くからな。お前任せたぞ。オッケー、いいぞいいぞいいぞ。で、あっち行って、いいぞ、終わった終わった終わった。で、こっち行って、やめろやめろ、マジか、デイジー遅くね、なんか。ちょっと待って、あいつ実は協力してんじゃねえだろうな。キャサリンとワリオサイド協力してんじゃねえ、金払われてんじゃねえだろうな、あいつ。おい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 、今俺ってタックだよな。おかしいよな。なんかおかしいよな。ラスト5ターン。絶望だよ。絶望だよ、正直。ねえ、負けたぞよ。もうゲーム序盤だ。知ってるよ。皆さん聞きましたか？気がつかない。残り5ターンだって今の順位は ?1 位面白仲間ず。はい、ビリー。なんかカップル。リア充爆発しろ。すごいな、今度。口悪いな。残り少ない3ターンで、いや、じゃなかった。5ターンで逆転は起きるのか？これ最後の望みを繋ぐチャンス。ラストチャンス。俺、決闘キャンディーよこせ。まずはラストチャンスで、ビリー偶然ジカップルチームズだね。あー、キャンディー。3つくれ。まあ、キャンディーをいっぱい使えるという分にはいいかもしれん。すべての枚数コイン袋、それ以外のマスが1コイン。んー、ファイヤー。まあ、ありがたいけど。ねえねえ、このボーナスコインは早もんじゃんのよ。さあ、これで少しは面白くなってきたかな。決闘キャンディーせめて確実にスター1個盗めるようにしてくれ、この大差は。そしたら逆転の要素ねえぞ。ルイージなんだけど、俺ちょっと逆のルートなんだよな。バネキャンでキャサリンに飛んでこっちから行くってのはありだと思う。バネキャンにかけた方がこっちから行った方がいいよな。ちょ、バネキャンかけてみよっか。ここはバネキャンでキャサリン飛ぶことない。かけよう。ちょ、目つぶるわ。飛びせかけて目あげるか。どうする、さっき目つぶってあれだ、ワリオだったかな。行くぜ。行きます。来た。ここどっち、キャサリンか。オッケーオッケー、よく飛べた。決闘挑まれても、逆に俺たち決闘奪い返してやりゃいいから、これで俺でも逆側に迎える。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。で、行きます。8、でかいね。いいね、いいね、いいね、いいね。で、キャンディももらう。スパキャンナイス、スパキャンナイスすぎ。で、右、左行きます、左。左行きまして、5、4、で、3、で、上行く。上行こう、上行こう。で、金もあるから、キャンディも1個買おう。オッケー、オッケー、キャンディ、キャンディ。よっしゃ、キャンディがいっぱいだよ。割引サイロだよ。ありがてえ、これ決闘キャンディ買っとくか。スパキャンと決闘どっちがいいだろう。いや、決闘買っといた方がいいよな。あいつらがスター奪い一回で確定奪えるとは思えねえから、決闘買っとこう。オッケーオッケー、いざならデイジーが使ってくれればそれでいいから。オッケーオッケーオッケー、ありがとうな。ロイで2、1、オッケーオッケーオッケー、金もキャンディゲットできた。いいよ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 。で、ワーリオチャンス。なんお前ここに来ると2位ばっか出してんな。まあいいけど別に。さあ、キャンディはかなりある。デイジ使ってもいいぞ、なんなら。決闘挑んでもいいぞ。堅実。堅実だな、お前。お前、やっぱり、あいつらに協力してんじゃねえだろうな、マジで。9、でかいね。4、普通だね。8、でかいね。いいね。ついたんじゃないか、俺の方にも。で、3、キャンディ。バネキャンナイス。いいね、キャンディはかなりゲットできてるよ。キャンディは素晴らしい量ゲットできる。これでお前右行こうものなら俺はお前ぶん殴ってたぞ。で、10。これは取ったろ、これは取ったろ、取ったろ。素晴らしい、ナイスバラ。これはナイス、本当に。ベリーグッドナイス。問題は次のスターの場所。どうだろう、これ上に来るかな。ランダムだよね、完全に見た感じ。なんつった、うわ、汚ねえな。なんだ、次どこ。俺がここに来た意味よ。いや、待てよ。俺たちには、え、バネキャンがあるじゃねえか。俺たちはバネキャンがあるじゃねえか。そうだぜ、みんな。俺たちはバネキャンがある。奴らのとこに飛ぼう。奴らあっち行くだろう。確定であっち行くはず。え、俺に来るこれ。マジで言ってるお前。正気か？でけえな。いや、でかすぎだろ。ん？いや、こいつスターを取りに行く気か、これで。
なんてことを考えてらっしゃる。うわ、こいつ作詞か。なるほどね、血統キャンデル逆に取るってこと。極悪に。でもこっち血統キャンデル3個あるからな、なめんなよ。しかもお前は近いぞ、俺の射程距離内にいるぞ。お前は次の問題、場所どこ。ワリオが近え。なんでそんな近い場所にいるかね、あいつら。これワリオに飛ぶしかねえか。いや、もう決闘で盗みに行くのがベストか、これ。2個盗、1個盗めりゃこっち1個で4個でしょ。で、あいつは5個でしょ。で、6個になるわけでしょ。いやー、ちょいと難しいな。どうすべきだ。決戦トーナメント。いいね、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 いいね。さて、じゃあ行きますか。相手はどっちだ。ワリオか。お前、この崖下から突き落としてやろうかな。行きます。ほっ。オッケー。いいぞ。なんだあいつは。いや、あんた何すんのよみたいな感じで殴り合ってる。乙女の殴り合い。いや、間合い距離が、間合いを全然、間合いを全然把握してないあいつら。ちょ、デイジ何してんの。デイジ何しとんあいつは。あいつは何してんの。普通にバカじゃんね。行くよ。ほい、オッケーいいぞ。で、こっち行って。はい。はい、オッケーいいぞ。はい。ほい、オッケーいいぞ。これ来いよ。ほい、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 で、ほい、ほい、オッケー終わり。俺はこれに関しては強いんで、怠慢に関しては強いんでね。二度と這い上がってくるんだよ。この変な鼻が。いや、あれ鼻なのかな。俺毎回キャサリンこと豚バラとか言ってるけどさ、何豚バラって。で、ラスト4ターンでしょ。ちょ、待ってね。バネキャン2分の1だろ。で、ここだろこいつ。で、血統キャンディを挑まれる距離にいるのが、デイジーに。いや、でもワリオの方が先なのか。いや、もう俺血統で行こっか。血統で行くわ。勝負挑まざるを得ない、これは。で、ついでにキャンディースター狙うために、いっぱいキャンディを舐めとこう。そうした方が絶対、ボーナスターで3個ゲットすれば、俺たちコインマイスター絶対に勝ってるから。4か、微妙。あ、いいね、これついだろ。オッケーオッケーオッケー、貴様に決闘を申し込む。勝負しろや。さあ、まずはメラメと思えるルイージョキャサリンのミニゲームだ。勝てばダーズレッド相手の持ち物を奪います。2枚奪えれば勝ち格は見える。2枚奪ってやろうぜ、デュエルミニゲーム。さあ、問題何か。勝負で挑んだもの内だったらちょっとやばいかも。なんだ、うお、運ゲーですか。いいだろ、どっちの方に運が向いてるか勝負しようぜ。さあ、いざ勝負。お前の運が強いのか俺の運が強いのか、勝利、どっちが勝利しろって言ってんのか。おなるほど、まあ先行はやるよ。さあ、まあまあ先行はやろう。なんだ、悩んでるな。早く選べ。2か、まあ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 2ならいい。正直俺が次あれ、まあペンギンの1とか怖いよな、やっぱり。ほい、で2食らった。よし、行くぞ。ここはやっぱりね、俺はね、ワンワンに愛されてる印象あんのよ。ワンワンに愛されてる印象あるけど、俺ここになんかワンワンいるんじゃねえかなと思ったの、ここ。ここ行ってみよう。あー、ボム兵か。まあ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 、5だからいいでしょう。相手よりは3ダメージ多く当ててる。キッテンか。オッケー。いいぞ。じゃあ次お前だ。問題、この中12のカードとかあるってのが怖い。花ちゃんか。結構いいカード引いたな、こいつ。いてー、完全運だからな、これ。完全運だから、俺ディスニードローを信じるしかないか。心眼で行く。ここだな。ナイス 7! いいね、いいね、いいね、いいね。1ポイントこっちの方が有利。いや、これどっこいか。いや、結構あれ、こっちの方が有利だよな。た、問題次12とか出されたら負けんだよな。まずいかもしれんな。先行有利か、これ。6! 危な！ちょっと待って、これ。次のカードでどっちか決まる。2分の1。次で決まるな。俺は次引くカードであいつの勝利が決まる。どっちだ？いや、こっちな気がする。ナイスワンワン！さすがワンワン！さすがワンワン！いつも俺のピンチに駆けつけてくれる。
む、最高ほんと。おっきい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 。これで、とりあえずルーレットチャンスに持ちかめた。おっきい、あっぶなぁ。ふぅ、とりあえずルイージウィン。オッケー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 、俺の勝ち。さて、まだ決闘キャンディは俺あるからな。俺のターンはまだ終了していないぜ。お前が逃げようもな、俺は追いくからな。よーし、勝ったルイージはダーツルレットだ。おっと、その前ストッパー引き出しますか。スター2個あそこか。ここと、うわ、うっと、よししゃしゃよし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 、これはでかい、これはでかすぎる。